まして、ダンスの方に移りたいと思います。で、私たち鹿屋カンパチを PR して、全国でこういった感じでイベントをさせてもらってるんですけども、ダンスをオリジナルで、カンパチダンスというのをね、全国でさせてもらってるんですね。で、365日、360回踊ってるという記録が残ってるぐらい踊らせてもらっていて、その中に定番のポーズがありますので、まずそこをちょっと皆さんに見ていただいてですね、踊れる方は途中までね、ぜひ踊れるようになってもらいたいなと思います。じゃあまず最初、一番大事なカンパチポーズからいきましょうか。はい、じゃあカンパチロー、カンパチポーズ見せてあげて。受けてるわ。受けてる、受けてるわ。まあ、大体の方分かっていらっしゃると思うけど、違います。違うね。カンパチのここがとか説明しにくいやつやから、ちょっとやって、ちゃんとちゃんとしたやつね。はい、カンパチポーズお願いします。ケツ綺麗やな。ケツが綺麗やな。それじゃなくて、それちょっと違う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 、じゃ あ, あちらの方もどうぞじゃなくて、ちゃんとして、そういうのじゃない、そんなお色気系の歌ではない。ちょっとめっちゃ怒られてる感じだ。ちゃんと言って、仮面によるとかやめて。じゃあちゃんとしてください。初めて見る方も結構さっきいらっしゃったでしょ。だからちゃんと教えてあげて。今後なんか長い付き合いになるかもしれないし、教えてあげてよ。はい、お願いします。なんでな。もう一回って。ストップ。なんかここが顔で、ここが体ってフォローしようかなと思ったけど、無理無理やった。無理やわ。ちょっとまあまあ薄いボケでつなぐのやめてほしい。行こう。ちゃんとしたやつ行こう。そうやね、結構時間押してる。行こう行こう行こう、うん、ポーズ。あ、決まりました。もう何が本当で嘘か分かんないでしょ、みんな。これが本当で、もう嘘ばかりついてある。これがカンパチポーズになってます。ここが頭で、こっちが尻尾。こうね、反対もできます。これがカンパチポーズになります、前奏とサビの部分、そして最後の決めポーズとかたくさん出てきますので、踊った時に、あ、カンパチポーズだと思ってもらえたらいいなと。で、そして今日はね、そのカンパチのお名前とポーズだけでも覚えて帰ってください。で、サビの部分ちょっとあと3分ぐらいでやっちゃおう。で、アカペラで私ある程度ちょっとね、滑舌あんま良くないので申し訳ないんですけど、アカペラで歌うので合わせてゆっくり歌うから、ゆっくりね。はい、じゃあいきますよ。せーの。カンパチカンパチ気がいい。なんでこの空気が滑舌悪くな。もう一回ワンフレーズだけいきますね。ちょっと元気なかったかな私。いきますよ、せーの。カンパチカンパチ生きがいい。いや、生きはいいよ、生きはいい、元気。ちょっともう滑舌悪い、前髪ごめん、そういう問題じゃない。いや、まあまあこんな感じの歌なんです、本当に。いや、こんな感じのダンスで、こんな感じの歌。いや、なんでちょっと何言ってるか分かんないみたいな、やめて。じゃあこんな感じなんですよ、本当に。なんか、まあ、わかりますかね。じゃあ、もう一回ね、もう音程気にせずいくわ。せーの。カンパチカンパチ生きがいい。よいしょ。難しいかな。いけそうですか。いけそう。どう、踊れそう。踊れそう。大丈夫。まあまあまあ、ね、初めて見る方たくさんいると思いますので、手拍子でじゃあ一緒に盛り上げていただきたいと思います。ではじゃあ行きましょう。みんなで踊ろう、カモンパチー、カノヤカンパチー。さあ行きましょう、手拍子お願いします。はい
年は金谷市、そして金谷カンパチの PR で全国回りますので、またお目にかかりましたら、また仲良くしてください。今日はお付き合いいただいて本当にありがとうございました。